どうも、マツケンです。今回はこちらの CBD オイルの紹介です。ネイチャーカンというメーカーさんからこちらの商品ですね、提供いただきまして、約1ヶ月ほど使ってみました。週 4,5 本ペースで YouTube の方でね、動画出してるんですけど、2021年の中盤以降ぐらいからコンディションすごく悪くなってまして、特に睡眠の質の悪さっていうのが悩みでした。寝つき悪いし、寝起き悪いし、常に寝不足の状態ですね。その結果、起きてる間ずっとイライラしてて、ストレスメーターがずっと 80% 以上キープするような、起きてる間ずっと体調は良くないみたいなね、そんな感じだったんですけど、そんな中ですね、こういった CBD オイルを使ってフィジカル的にもメンタル的にもコンディションが整ってすごいいいよみたいなね、ことを言ってた友達がいまして、前々からね興味は持ってたんですけど、そんなタイミングでメーカーさんからねお声掛けいただいたんで、今回試させてもらうことにしました。今回の動画は1ヶ月の使用レポートみたいな感じになるんですけど、その前にこの CBD オイルって何なのっていうところをね、簡単に説明しておこうかなと思います。まず CBD についてなんですけど、カンナビジオールの略のことで、朝ヘンプやタイマー、カンナビスの中に入っている有効成分の一つのことですね。 CBD オイルはエンドカンナビノイドシステムという体内の自然な機能に直接作用して、気分、食欲、睡眠、痛みなどを和らげて改善緩和に期待できるということで言われている、最近注目を集めているやつですね。もともとアスリートのパフォーマンスを上げるものみたいな感じで僕が最初に知ったんですけど、いろいろね効果効能があるということで、徐々に一般層にもね広まってるっていうものになります。で、大麻由来なのに合法なのか範囲になったりしないのかっていう疑問があると思うんですが、その質問自体もねものすごく多いみたいで、その点はね完全にクリアしてるということです。この CBD には精神を活性させる範囲になる物質が入ってないっていう状態のものが使われてます。そもそも気分が範囲になる成分っていうのが THC って言われるテトラヒドロカンナビノールっていう成分ですね。それが生成プロセスによってろ過されて、検出できる限界の値以下まできちんと抑えられたものしか使われてないということなんで、範囲になりようがないみたいですね。その結果、日本でも正式に販売許可が下りているという状況です。ネイチャーカンの CBD オイルに関しては少なくとも6回第三者機関によるテストを受けてるみたいなんで、その点もねすごく安心ということを売りにしてるみたいです。あとこちらネイチャーカンというメーカーさんについてなんですけど、マイプロテインっていうプロテインのブランド、海外のブランドがあるんですけど、最近ねフィットネス系のチャンネルとか見てると普通に名前が上がってくる、僕でも知ってるようなメーカーの元 CEO の人が設立したイギリス発の CBD ブランドということです。以前だとこういった CBD の製品を日本に住んでて買おうとすると個人輸入みたいな形になるので、海外のサイトで発注して手元に来るまで 2,3 週間かかるみたいなね、すごくタイムラグがある状態だったんですが、日本国内の倉庫があってそこから発送されるってことなんで、サイトの方から15時までに注文を入れると即日発送なので、離島とかを除けば多分1日2日とかで手元に届くような感じになると思います。販売サイトの方行くと CBD オイルだけじゃなくて、化粧水だったりマッサージオイルだったりグミ、喫煙者用のリキッドタイプのものもあったりでね、かなり商品のバリエーションっていうのがね、たくさんあります。いろんなタイプの商品ある中で、今回は一番、試しやすいというかポピュラーな CBD オイルですね。濃度は 20% で、サイズは 30ml、 これ全体で 6000mg の CBD を摂取できるというものになるんですけど、こちらをね、毎日1ヶ月間使ってみて、体の変化とか感想なんかをね、まとめて紹介していきます。で、先に結論言っておきますと、僕の体にはすごく合ってて効果をね、ちゃんと実感できております。とりあえず使用3日間までの記録っていうのはねちょっと取ってたんで、まずそちらをご覧ください。
と違うそうなのそばで遊びよ。後でやっつけるね。うん、バイバイ。今風呂上がりまして、時間が8時5分ですね。今日最後の CBD オイル入れます。これで今日5滴目か6滴目なんですよね。なんか独特の風味にもちょっと慣れた感じがします。で、今舌下に1滴落として1分ぐらい馴染ませて、で飲み込むという感じで、このやり方はさすがに慣れました。はい、初日の感想としてはなんかこう劇的に変化した感じはないんですけど、まあ、睡眠前に今1滴入れてるんで、これで睡眠の質がどうなるのかっていうのがちょっと楽しみですね。ちなみにいつもはこれは豚のプラセンタなんですけど、寝起きがすごい良くなるんで毎日飲んでます。で、今日からプラセンタの代わりに CBD オイルっていう感じになるんで、これと同等の効果があればねいいんですけど、はい、ということで初日の使用感でした。ということで、ただいまの時刻が朝の4時半ぐらいなんですけど、プラセンタより、バキバキになんか目が覚めてます。寒くて布団から出るのに、ね、ちょっと時間かかったんですけど、なんか睡眠自体はもうすっきり終わっててみたいな、そんな感じでした。CBD オイルは睡眠の質が上がるとかっていう、効能があるって聞いてたんで、なんか初日でそれを、ね、体感できてるような気がします。オイルの濃度とか摂取量にもよると思うんですけど、僕のは 20% 一滴で、結構効果を感じてるなと、まあ、初日なんですけどね。今ね、撮影終わりまして3時半くらいなんですけど、今から編集なんでね、また一滴、これ何日分ぐらいになるかな。今8時42分ですね。編集終わりまして書き出し中です。ちょっと時間が空くんで、ね、もう一回入れときます。これで今日4回目かな3回目じゃない、4回目かひょっとしたら5回目パッケージに入ってた冊子によると、1日あたりのね、マックスの使用量が決まってまして、僕の 20% の濃度の場合だと、1滴あたり 8mg とか、それぐらいの量になるんで、8波64、8.5 回分ぐらいは使えるんですよね。8回まではね、使わなくていいかなって感じなんですけど、でもね、今日、これで4滴5滴今入れてるんで、あと寝る前にね、もう1回入れて終わりって感じですけど、僕が使ってるボトルが 30ml で何滴使えるのかなって思ったら、これ書いてあって720滴ですって、一応表記があります。まだ2日目なんですけど、このオイルが口の中に入った瞬間リラックスみたいな反応っていうのはまだわかんないんですけど、寝た時ですね、寝る前に一滴入れて、その後まあ普通に寝て、で4時半ぐらいにバキッと目が覚めたんですよね。
その感覚っていうのがプラセンタを飲んでた時と同じような感じで、まあ、サクッと起きれるっていうようなあの感覚以上のなんかスッキリ感はありました。それまで一回もなんか目が覚めたりっていうのはなかったんで、ぐっすりなんか寝れた感じもしたし、まだね分かんないですけどね、ちょっと期待して使っていきたいなと思います。3日目ラストですね。今日も結局これで5滴目かな。使用1日目2日目とプラセンタに置き換える形で、ね、夜寝る前に摂取して、で寝起きが良かったんでね、僕の体には合ってるのかなという印象ですね。昼間こうちょこちょこ入れてて、その時のなんかああスッキリするとかリラックスしたみたいなのはまだ実感ないですが、夜の最後の1回と寝つきの良さ寝起きの良さっていうのはここはなんか実感できてるんで合ってるのかなって、そういう感想です。はい、それではおやすみなさい。ということで最初の使用3日間の記録ご覧いただきました。初日からはっきり効果を実感できてたので、それ以降もね毎日コンスタントに使っております。最初の1週間は時間で区切ってて、3時間おきぐらいに1滴ずつ入れるみたいなことやってまして、で2週目以降はなんかそういう時間で区切らずにいろいろパターン試してて、最近定着してるのが朝起きてまず入れて、夕方入れて、最後寝る前に入れるみたいな、1日3回ですね、2滴ずつ入れるような感じで、合計6滴ぐらい1日使ってる感じになってます。一番解決したかった睡眠に関する悩み、寝つきの悪さだったり寝起きの悪さですね、それに関してはもうはっきりと効果実感できたんで、あとはこの日中のイライラを抑えるというか穏やかなメンタルをねキープしたいっていうのがあるんですけど、僕がなんか日常生活でイライラするメンタルが乱れる場面って自分以外の人と関わってる時ですね、その時に発生するっていうのに気づきまして、仕事自体もね一人でこもってガーってやるような感じなんで、イライラするポイントはピンポイントでそこっていうのがね、もう分かったんで、子育て世代の方だと、まあ、イメージつきやすいと思うんですけど、朝起きてご飯の支度して用意させて送り出す、で帰ってきたらご飯食べさせて風呂入れて寝つかせるみたいなね、子育ての時間って割とこの小さなストレスから大きなストレスまでねずっとこう溜まり続けると思うんですよね。 CBD オイルを使う前はもうなんかあったら瞬間的にこうバッともう爆発するような感じで、必要以上にイライラしないようにその朝と夕方っていうところですね、そこの時間には事前に取るようにしてっていうことをやってます。いまだにこの CBD オイルを入れた瞬間、はぁリラックスみたいな、タバコのこの一服目みたいな、すっきり感っていうのはまだ感じないんですけど、このね CBD オイルを入れた時っていうのは何か目の前で起こったとしてもガーッと瞬間的にこう沸騰したような感じにはならず、落ち着いた状態で声かけできるというか、前は日常的にもう毎日そういったことが起こってたんですけど、そのガーッということがあんまりなくなったなっていうのはあります。ただこれって完全にもう自分の感覚でしかないので数値化とかできないんでね、もう CBD オイルを使ってるっていうこう擦り込みのおかげで、そうなってるっていう可能性もあるんですけど、ただ結果的にねいつもならギャーギャー言ってる場面で、まあ一旦落ち着いて声をかけれてるっていうことがあるので、まあ、結果自体はいいんでね、まあそれでもいいのかなと思います。で今回使用してるオイルがですね 20% っていう濃度なんですけど、これがまた良かったのかもしれません。ネイチャーカーンの CBD オイルだけでもいろいろパーセンテージ濃度のバリエーションっていうのがね
あるんで、どれかね最初迷ったんですよ。 10% なのか 15% なのか 20% なのか 40% なのかっていうのね。ここで、まあ、自己分析で結構疲れてんなっていうのがあったんで、まあ、上から2番目のね、一般的には強い分類に入る値だと思うんですが、そのおかげでこう効果をね、はっきり感じれてるのかなと思いました。これがもっと低い値 10% とかを使ってたら、今みたいなはっきりこう変化を感じられず、もっとふわふわしたことしか言えてなかったかもしれません。濃度 40% っていうのが一応マックスのものであるんですけど、それはいろいろ動画とかでね、レビューとかを見ると、もう喉がガビガビするとか、結局それが強すぎてね、っていうのがあったんで、最初は40は違うだろうっていうところで、まあ20を選んだっていうのもありますね。選ぶ濃度によってすごい感じ方っていうのは結構変わってくるんじゃないかなと思ってます。ということで、今回はネイチャー缶の CBD オイルですね、1ヶ月使ってみたという使用レポートをお送りしました。まずは第一の使用目的であった睡眠の質の改善というところで、すごく効果を実感できたんで良かったっていうところですね。睡眠の質が上がると、その他のコンディション面でもね、自然と整っていくので、慢性的に疲れてるとか、寝つき悪い、寝起き悪い、寝不足、イライラするとか、そういったことでちょっと困ってる僕みたいな感じの人はね、使ってみて試してみてもいいんじゃないかと思います。単純に早く寝て早く起きりゃいいじゃんっていう話なんですけど、まあ、それができないんですよね。できないから体調不良に陥ってるんで、まあ、こういったものを使ってちょっとでもなんか、あ、良くなってる気がするみたいなね、のがきっかけになると、もっと改善してみようかなとか、そういったアクションにつながるきっかけにもなると思いますんで、そういった意味でもね、いいんじゃないかなと。で、この CBD オイルを使うにあたっての注意点いくつかあるんですけど、持病があって普通に薬を飲んでるっていう方は、相互作用の可能性とかも考えられるので、まずお医者さんに相談して使用するかどうかっていうのを、決めてくださいっていうこと、冊子に書いてありました。で、あと妊婦さんとか授乳中のお母さんですね、その方は使用しないでくださいっていうことですね。で、あと小さいお子さんにも一応使えるらしいんですけど、そういった場合もやっぱりお医者さんの相談っていうのは必須とのことです。ということで、こちら CBD オイルですね、ちょっとでも興味持たれた方は概要欄にですね、サイトのリンク貼ってますので、ぜひちょっとページの方もね、チェックしてみてください。この動画の特典として 15% オフで商品の方を購入できるクーポンコード発行してもらってますので、もしね、商品買ってみようかなと思われている方はぜひご活用ください。ということで、現場からは以上です。